さて K1 で対戦がありました。中村さん、はい、そこからお互い強打を見せての勝利があったんですね。そうですね、脇選手の方は3月のこの松下選手の試合の後に K1 のプレリミナリーファイトで上田聖也選手に判定ダウンを取って判定勝ちで、松下選手を、はい、前回の後、ね、楽園で篠原唯人選手に KO 勝ちして、はい、2人とも、ね、こう短いこうスパンの再戦なんですけど、だから非常にやっぱこう決着つけてやるってい う, こう気持ちがすごい前面に出てたので、後、ね、楽園 の, このクラッシュの雰囲気も相まってね、これは KO 決着になるんじゃないですかね。いや、これいいですね、はい、さて再戦は前回は引き分けです。長身の181センチ、リードジャブ鋭い左腕、赤いグローブ松下。松下選手はこう背も高くてリーチあるんですけど、あんまりこう距離取ってっていうよりも、はい、あ、これローブローですね、はい、距離取ってっていうよりも、もうどんどんプレッシャーかけてって攻めるスタイルなんですよね。あの7月の篠原戦はもう篠原の回転力も素晴らしかったんですけれども、はい、耐えに耐えてその後後半でしたね。そうですね、まあ、やりづらいと思いますよ、こういうタイプの選手は。そうでしょうね、こう壁が迫ってきて、はい、パンチ振り回してくるみたいなスタイルですからね。あ、もう早くも、いや、食らってやると右アッパー強い小桐巻さん、ほとんど頭つけてますね。そうですね、もうお互いにファイターの距離で殴り合ってやるっていう、もうそんな感じですよね、はい、いや、これこの2人の心意気です。前回もああいうこの近い距離の競り合いでどちらも譲らずって展開だったんですよね。はい、お右脇のパンチです、青いグローブ、ステップバックして松下のロングリーチ、拳はかわしてローキックも一発、うん、右ロー。今回もああいう近い距離の展開、うん、はい、多くなると思うんですけど、そこに行くまでをどうするかですよね、脇選手は、ね、ローキックとかね、はい、ああいうとこ、うん、今も左のインローです、はい、もう一発でも松下がプレッシャーをかけてきます。ボディ打ち、膝投げ、ストレート左、さらに前を出た、ダウンを奪ったのは直進してそのままのパンチ、松下です。面がありましたね、はい、松下ダウンを奪っています。ほとんど息も乱れていない、成長の証。ちょっと飲まれてますね、脇。そうですか、うん、お互いのリズムで、さあそこで上回るのはどちらかというところですが、右左、さらに左の膝突き上げた、立てないか、脇、そのまま松下大輝再戦激勝です。大輝